続きまして、光栄さんですと。光栄さん、はい、今日皆様 TK 小暮様、今年1年番組に継続ありがとうございました。いつも楽しくジャンガチャンネル拝見、拝聴拝見してます。番組の質問コーナーでアイアンシャフトの長尺化はありかとの問いに、すでにジャンボテは5年前からアイアンの長尺化をしており、5番アイアンで 38.5 インチだと言われておりました。保有する気になるアイアンがありまして質問させていただきたく、はい、お聞き入れお願いします。ちょっと待って、5番で 38.5 って言ってました、うん、確認確認38.5 シャフトカットだ。あ、シャフトでね、気になってるのは、大正アイアンが94年11月末に94年、はい、11月末に購入申し込みを締め切ったジェイズチタンマッスル限定版ですが、スルマスの探知だ、うん、先日某オークションで入手フレックス X を、入手しましたが、通常に販売した限定版と異なる点が2つあります。1点目がアイアンの長さが 38.5 インチと、5番アイアンでってことかなと、チタンマッスル量販店で新品購入したしましたと比較し、 0.75 インチ長い、そこでグリップを抜いてみたところ、シャフトエクステンダー等は使用しておらず、HM80 オリジナル、シャフトかな、これシャフト、ステンシルは FJTBIX5、 これなんだろうね、 JS801X5、でした。2点目に限定版ヘッドに、施されているはずの限定セットのナンバーの刻印がない、以上の2点ですが、査定としてこれはレアものでしょうか。また中古品で入手したため入手経路が分かりませんが、量販店ではなくプロ仕様のクラブを交えて販売しているゴルフショップジャンボ等での販売されていたプロ仕様の一つでしょうか。チタンマッスルに関する情報はジャンボ亭、あるいはメーカーであるブリヂストン以外にはないものと思われ、質問させていただく次第ですということなんだけど、これ94年の11月末って、これ第1回目のあれかな、だと思います。あの僕が来た時はもうチタンマッスルブリブリの時だから、みんなチタンマッスルでしたよ。3年2000本限定で出したやつかな、これね。ちょっと俺も記憶定かじゃないんだけど、最初のだって100セット最初100セット限定で言ってたでしょ。いや100セットってことはなかったと思うけど、だから100セットとか言っときながら、あのもっともっとってなったんでしょ、足んない足んないで。完全だと思うんだけど、これね、刻印が、俺刻印がジャンボさんのでもプロトタイプでも刻印入ってるから、そう、入ってますよ。で本当の最初のさ、本当の最初のチタンマッスルの原型のさ、もう無刻印のやつも僕見たことありますけどね、これはまあちょっと実際見てみないと分かんないけど、限定版で発売したやつは多分全部入ってると思うんだよね、刻印が。でも入ってます。第1弾と第2弾に分かれてたんだけど、第2弾は1弾と2弾でも刻印違いますからね、うん、それしか分からないですけど、プロ仕様の一つ、これねちょっと分からない、はっきり言って分からない、チタンマッスル の類似品って意外とやっぱその土地出てたから、何とも言えない。でこの人言ってるのさ、38.5インチだよ、5番円で、すごいですね。ありえる？ありえるかも。かも、わかんないよ。俺でもあの測りは、いや昔からあの測りだから、もう昔からその長尺化してたから、ジャンボさんは。じゃあもともとその頃から俺はでかいから長くて平気って言ってたんじゃん。って言っても今ほど長くないじゃん。いや今結局変わってないですから。ちょっと長くしましたけど、39までしましたけど。これはね、ちょっとチタンマッスルどっかあったっけ。いや倉庫にありますよ。あ、倉庫かよ、もうこんなんないか。いやちょっと何とも言えないわ、本物ですとも何とも言えない、これ見てない。あ、そう、それは言えないですね。ただ俺の記憶が正しいのは、やっぱり、ね、限定版で出してるやつは全部刻印入れてたと思う、
うん、でジャンボさんには33が全部来てたから、うん、っていうことにしとこうかな。ちょっと分かりませんでいいかな、うん、ちょっとすいませんですね、うん、調べないといけないですね。調べても分かんないと思う。これはだって俺が買った中古のやつだってあれ刻印入ってないから。あれ、あ、そうなの。入ってないです。あ、こっちじゃないと思う。俺家にもあると思う。 あれも入ってないから偽物じゃねえのこれまで言われてましたもんね、うん、だからでもちょっと何とも言えないっていう回答ですいませんけどっていうことでいいかな。でも嬉しいですね、なんか持っててもらって。まあね、チタンマもうでも今チタンマス使いたい人いるのかな。全く飛ばないけどな、あれ寝てるだけだっつってんじゃん俺は。いや、あれね、チタンマス立たしても、うん、飛ばないな。ボールと今のあれって違うから。そうなの、うん、じゃあ思いっきり立たせましょうか、2番手ぐらい。したらこんな球になる意味ないでしょ、そうしたら。まあいいや、ということでちょっとじゃあもう一回持ってきて、そしたらやりますよ、僕改造します。いや、もう使う気ないから、全然。まあ、ね、あまりでも立たすぎてグースひどくなっちゃうからね、まあ、あれは、ね、飾りいいね、飾り。ああ、そうですか。はい、続きまして、これ長いね、ちょっと長いよ、これ待ってます。すっごい長いよ。待ってますから、途中ツッコミ入るかもしれないですけどすんごい長いよ。くまくまさんって人なんだけど、はい、行くよ行く、もうなんか構えなきゃいけないぐらい。構えなきゃいけない。これページ1ページ分あるからね。一服しながら読まないと、はい、一服しながら読む。出たよ。はい、ジャンガー様はじめまして。初めての質問です、はい、1ヶ月前にこの番組を発見し、はい、全動画を漁って見まくっているところ、うん、ジャンガーチャンネルの質問内容を聞いているとかなり上級者が見ている動画のようで、うん、悩みを解決してくれるところはここだと思って質問させていただきます。はい、はい、長文になりますが聞いてください、はい、私は普段ボールを打つときはヘッドスピード52くらいですが、あ、でも52もあるの、うん、家の中で素振りをするとおそらく56くらい出てると思います、はい、すると次の日に朝起きると決まって左手の手のひらが固まって動かなくなり、ひどいときは左の腕、全体特に筋が固まって電気が走るような感覚になる場合もあります。肘が痛いということではなく肩から手のひらの一本の筋が固まっているような感覚です。で昼頃に収まることもありますし、その日一日中手のひらが動かない場合もあります。ただその状態でもクラブを握って普段通り触れることは触れますし、日常生活も問題ありません。そこで質問なのですが、ヘッドスピードが速い人の通る道で慣れてきたり時が経てば治る怪我なのかクエスチョンね。でもう一つがプロやヘッドスピードが速い人が治らないまま毎日付き合っている状態の怪我なのかを聞きたいです。それ見やすさんでしょ。これさ、バネ指とかさ、そういう、うん、あの腱のさ、異常によるこういうこわばりってあると思うんだけど、うんうんうん、それだったら原因はわかるんだけど、例えばこれがなんだろう、そのリュウマチだとか、うん、そういう病気でなるのかどうかは分からないんだけど、うん、そういうのは検査した方がいいと思う。ああ、はいはい、検査ね。で、たまにしか練習しない人が前の日頑張っちゃって、うん、次の日もう握力がなくなってバリバリに筋が張っちゃうぐらい張っちゃうっていう人はたまにいる、うん、はい、でもそれは休んだら治る、なる、はい、で、プロでそういう人がいるか、俺の周りではいない。痛かったら戦えないですからね、うん、練習もできないし、うん、っていうのがまず一つの回答で、うん、ヘッドスピードが速いからっていう理由でもないと思うんだよね、うんうんうん、こう筋張っちゃうっていうのはね、ちょっと難しいけどこれは病院で聞いてもらった方がいいかもしれない、うん、診察？プロゴルファーの中にはあんまりこういう症状を言ってきた人はいない、うん、また素振りが問題ということであれば素振りの際のコツや注意点をお聞かせいただければ幸いです、うん、素振りの原因でもないとは思うんだけど、毛細血管切れちゃってるとかそういう感じかな、うん、違うよね。でもだって筋張ってるっていうのね、筋張ってて昼には治る時もあるでしょ。これ難しいね、素振りが問題ってこと。素振りしかしてないですかね僕逆に。PS 私の基本情報ですが、クラブは MP30 のライフル 6.5 と MP37 のダイナミックコールド X100 の2セット持っております、はい、素振りは天井に届かない
ようにかなり重いウェッジをメインにマン振りしてます。4番アイアンとかで短く持って素振りをする際はかなり楽に感じます。学生時からゴルフを始め、当時から同じように手のひらが痛い問題はありました。当時はボールを打つ際に56くらいヘッドスピード出てたと思います。プロを目指していたこともありますので、今ハンディキャップ5でスイングにも癖はないと思います。特にロフトを立てて振っているわけではありませんが、6番アイアンで210ヤードぐらい飛びますと。ということでもね、待って、手のひらが痛くなるんでしょ。うん、ま、カスタムで言うと多分余ってて握れてないから、だから細いグリップすぎるから太くするクラブカスタム。あ、太いグリップにしてみる。太いグリップにしてみる。だから螺旋巻き340やっちゃってもいいのかなっていう方法はどうですかっていうことね。まず一つ、まず一つ、だって手のひらが痛いってことはだからもう握りづらい、フィットしてないってことじゃないですか。手を予想ね、うんうんうん、だからこれグリップ太くして治ったらラッキーじゃないかな。左腕の全体が固まって電気が走るような感覚、うん、だってさ、握りづらいのでさ、まあ、振ってたらそれは手おかしくなりません？逆に首のヘルニアとかさ、そっちの方疑った方がいいんじゃないかなって気がするんだけど。宮下さんから言うとね、で重いもん振ってるでしょこの人、うん、サンドウェッジとかで家の中で、うん、そんな気がするな。じゃあその2頭でいいですか。休めば治る、休んで治ったらさ、うん、まあいい、いい？一日中痛くなる時もあるし、痛くならない時もあるでしょ、うんうん、左、しかも左だけでしょ、うん、左の腕全体。一回首の検査したらって言うかな、俺は、うんうん、だったらね、今後のためにもね、うんっていうことにしとこうかな。ちょっとね、あのその痛みとかに関してはあのなんだろう、完全にゴルフでなったって分かる痛みだったら、うん、なんかちょこっとアドバイスできるんだけど、うん、こういう人はあんまり俺も経験してきてないから。あ、そっか、左が全部とかってなると、うん、あの筋の張りとかってなると、うん、また違う原因、素振りとはまた違う原因があるんじゃないかなって疑うから、うんうん、首の方の検査したらどうかなっていうことでいいかな、うん、はい。続きまして MT さん、はい、新年初笑いありがとうございます。今日と今年も血圧気をつけてくださいねクラフトの質問です。はい、クラフト。大掃除でアイアンをピカーズで磨いていたら、はい、ホーゼルがネックから外れて浮いちゃう同好会してしまいました。ホーゼルがネックから外れて、ホーゼルってこんなに簡単にネックから外れるものなのですか、はいはいはい、接着し直した方がいいですか。はい、小暮さん対処法など教えてください。アロンアルファでピッと接着し直してください。アロンアルファでだっていいじゃん、いいですよ。アロンアルファでいいの、うん、ノリじゃダメですよ。ノリだとやっぱ衝撃で取れちゃうから。っていうかもともとさ、それはあの大きいホゼルつけちゃってたってこと。うん、わかんない。あるとしたら、ね、緩いって言ったら、いくらピカールで磨いたからって、ピカールで見てホゼル抜けることはないんですけど、だからまあ実際こう今手でやっても抜けないんですけど、緩くなっちゃった。あ、だからあれで、まあ、まあ付け直してくれと、うん、接着剤でだって、うん、それで大丈夫です。